私は受付のプロ。困っている人を助けるのが私の使命。今日も誰かが私を呼んでいる。私、失敗しないので。どうしましたか？体が痒いんですね。はい、昨日エビを食べてからずっと体が痒いんです。赤いのが。アレルギーかもしれませんね。一度皮膚科へ行ってください。ありがとうございます。痛い。目の上が腫れてますね。赤いです。目が痛くて痒いです。布もらいですね。眼科に行ってください。眼科ですね。わかりました。お大事に。アクション。鼻水が出るんです。鼻が痒くて。鼻がムズムズするんですね。喉はどうですか？喉も変です。喉がイガイガするんですね。もしかしたら花粉症かもしれません。耳鼻科へ行ってください。耳鼻科ですね。ありがとうございます。お大事に。どうしましたか？足をひねったんですね。捻挫かもしれません。一度整形外科へ行って見てもらってください。どうもありがとうございます。痛い。どうしましたか？歯が痛いです。歯が痛いんですね。歯がズキズキしますか？虫歯かもしれませんね。歯科に行ってください。わかりました。歯科ですね。ありがとうございます。お大事に。どうされましたか？頭が痛いです。少し熱があって体が。体がだるいですか？はい。頭がガンガンして熱があるなら内科に行ってください。内科ですね。わかりました。ありがとうございます。ではこれから私と一緒に復習しましょう。歯がズキズキ。歯がズキズキするのズキズキはドリルで歯に穴を開けているような痛みです。会話では歯医者ということもあります。歯が痛い時に行くのは歯科です。捻挫とは足や手をひねるという意味です。足や手をひねった時に行く病院を整形外科と言います。発熱。頭がガンガン。頭がガンガンするのガンガンはハンマーで頭の中を叩かれているような痛みです。熱があるとき、頭がガンガンするときに見てもらうのは内科です。目が腫れる。赤い。物もらいとはまぶたの上が赤く腫れて痛くなる病気です。日本では目の上が腫れることを物もらいができると言います。目の病気の時は眼科へ行きます。体が痒い。
体がかゆいとき、赤いとき、腫れているときに見てもらうのは皮膚科です。鼻がむずむず、鼻の中がかゆくてくしゃみが出そうなことを鼻がむずむずすると言います。喉がイガイガ、喉に何かが刺さったような違和感があることを喉がイガイガすると言います。花粉症の時に行くのが耳鼻科です。そう、これであなたも失敗しないはず。そして私の仕事はまだまだ続く。私失敗しないので。ごめんなさい。どうしましたか？鼻水が出るんです。鼻が間違えちゃった。どうされましたか？すいません、じゃあ思いのほか冷たかった。どうしたんですか？すいません、顔をイケメンに変えてもらえますか？あんまり近いと恥ずかしいんです。笑ったじゃん。あ、絶対笑っちゃう、絶対笑っちゃう。見ない見ない。ちょっと待ってくださいね。